どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、どうしても使いたかったカードがございましてですね、それが何かっていう話なんですけども、皆さんこのカードご存知ですか？新魔獣ガーゼットガーゼットっていうねカードはですね、あのね、脳筋力が半端じゃないんですよ。本当に全てが筋肉でできてます。全てが筋肉でできているモンスターの軍でございました。ガーゼットモンスター多分今3種類ぐらいいるのかな、ユーレンクスいると思うんですけども、新魔獣ガーゼットはどういう効果を持ってるか、このカードは通常召喚はできませんと。自分のフィールドのモンスターを全てリリースした場合のみ特殊召喚できますよと。で、このカードの攻撃力はこのカードを特殊召喚するためにリリースしたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値になると。でさらに貫通をしますよという効果を持ってます。もう脳筋でしょ全部をリリースしてそいつらの攻撃力を合体させてで貫通するっていう、もうなんか小学生、僕が考えた最強カードみたいなそういうね、カードなんですよ。でリリースするんですよねこれで、まあ、このカードの使い道を考えていた時に、まあなんか面白い使い方できないかなと思った時に、やっぱリリースするからモンスター全部をね、だから磁石が一番相性いいんじゃないかなとちょっと思って、まあ単純にその邪魔になるじゃないですか。その磁石デッキって結構分回してで、まあ、ベルセルン出して戦うっていうデッキだと思うんですけど、これね邪魔になるんですよ。デルタとかがフィールドに残ってで、デルタがいるとそのなんだろうな、墓地にそのデルタを超えてないけど送れないみたいなこともあるから、だからそういう、なんだろうな、なんだろうね、そのハードルを解決すべくその全部リリースしたいと。全部リリースしてフィールドのモンスターもなんかデルタまとめて根こそぎリリースして、で墓地を送りつつベルセリオンとガーゼットと戦おうみたいな、こういうデッキ効果になってます。で一応スキルリスタートにしてて、まあリスタートじゃなくてもいいんだけど別に、まあこれ引きたいですよね、芝刈りが引きたいということで一応リスタートにしてます。一応ね、まあ、これ別にリスタートじゃなくてもいいです。でもし底なしとか、ね、カナディアとかね、そういう食らっちゃったとかいう場合でも、一応ベルセリオン裏になりました、ベルセリオンリリースしてガーゼットみたいなこともできるんですよ。だからそこそこ相性いいんじゃねえかなと思って、なんか他に使い方あるのかあんまり思い浮かばなくて、ということで新魔獣ガーゼットをなんか自宅にぶち込んでみたというね、そういう出来になってます。でまあもちろんね、こういう、ブロックドラゴンとかなんかゴリゴリババって出した後にすぐリリースみたいな、でブロックドラゴンの効果使ってもう一体なんか、この、自宅の選手もプレスで持ってきてみたいなこともできたらいいなみたいな、そういうね、イメージです。で、まあ、新規カードね、マグネットフィールドっていうのも入ってるんですけど、これね、結構その前の磁石デッキもやりましたけど、磁石の自爆特攻ができるようになるんでね、これめっちゃ強いっす。まあ、他のギミックはあと同じっすね。まあ、そのドキドキが入ってたりとかしますけど、基本的には磁石ギミック。で、ね、動画内に多分もう一個使うんですけど、一応もう一個作ったのが、まあ、単純なその発想で、要は、モンスター、高い攻撃力を持っているモンスターの、攻撃力の持ってるモンスターを全部リリースすればいいから、だからまあ、ブルーアイズって並べやすいじゃないですか、横にバババって3000とか、2500とか3100とかバババって並ぶじゃないですか。だからそのモンスターをなんかリリースしたいなっていう単純な発想。これは別にまあガーゼットじゃなくてもいいんだよね、そのまま投げるみたいなのがあるけど、まあ、これロマンですね。これも一応ね、使うかもしれないんで一応紹介しておきます。ということで、早速、新魔獣ガーゼットの脳筋力をね、皆さんにお見舞いしていければなと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、フライングコトラじゃないか。久しぶりだな、コトラさん。もういないぞ、ほとんど、コトラさん。なんか、もう外役のフライング規制が規制されましてですね、フライング規制が規制されまして、もうほぼいなくなりましたね本当に。ガンマ召喚、マグネットフィールド発動。マグネットフィールドの効果によって、そうですね、まあこれは一旦アルファですかね。アルファ召喚、アルファ効果、ベルセリオン持ってくるぜ。はっ、よしね。ブロックドラゴンはまだいいか。狩猟。さあ
あとは私は耐久して耐久して魔獣ガーゼット、新魔獣ガーゼットを引くだけということなんですけど、サンクスやめろって怖えな、サンクスやめろや。まずはデルタの棒を特殊召喚して、デルタの効果発動、デルタの効果によって、あ、デルタってそういえばなんかあれだね、仮面ライダーにもいたよね、なんかファイズかなんかにできたよね、デルタ仮面ライダーデルタみたいなやつになったっけ、あれなんかデルタみたいなやつ気がするんだけど、もういいや。ドロップマグラトゲルとか、マグラトゲルとか、まあ分断とかは別に踏んでもいいかな、分断とかはなんか踏んでもワンチャンいいような気がするんだけど、もうそうは言ってもか、そうは言ってもか、一体で殴るか、一体で殴りに行くか、一体殴りありやな、一体殴りはありや、バウンスできるし、あの外役耐久やろうと思う外役耐久三種の神器みたいなさ、あのマッシブウォーリアー、なんだっけ、なんか翻弄するエルフの剣士みたいな、あとジャンクロイド分だね、オッケー、なんかジャンクロイドだっけ、なんだっけ、ジャイロイドだ、マグネットフィールドの効果そうバウンス、オッケー、なんだかんだこのダメージ結構痛いな、ゼロか、まあ、分断は踏ませていただいたので、まあ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 、ありがとうございますって感じなんだけど、ラバゴされても大丈夫かな、まだ、あ、オッケー、オッケー、それはオッケー、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 1回使うか、1個使うか、1体使うか、1体使うか、ゼロの方な、変身させて、でデルタ特殊召喚してデルタ効果、デルタ効果でデッキを、あ、もうねえか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 、なるほどな、ちょ、一旦エンドしようか、一旦エンドしようか、何も反応ないのか、何も反応がない、カナディアとかそこはなさそうですね、そこなしとかはあるかもしれないですね、この外役にはね、なんとかベルセリオンの効果は通したいって感じ、うーわ出た、なるほど、ここからが勝負だ、ここからが勝負だ、いやー来ねえな、クソクソ来ねえな、せやな、せやな、どうしようかな、でももう一回いますか、ちょ、新魔獣ガーゼットが来てくんないとちょっときついんだよねこれ、とりあえずちょっとベルセリオンだけは救出しといて、で救出しといてこれで圧縮して、で新魔獣ガーゼットが、引きたいんだけど、これでも結局殴っても結局一緒な気がするんだよな、これ殴んないと負けるかなこれえ、俺こんだけやってこの動画ボツ、俺こいつに負ける試合だけは俺取りたくないんだけど、来たな、来たぞ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 、そしたらだな、ですね、まずはベルセリオンで振りに行きますか、こうしてこうしてこれはここですね、でベルセリオンを特殊召喚、さあ何か使え何か使え何か使え、何も使わない何も使わない、なんだなんだこれ、そこらしかないのか、おなんかひたすらに無限に突破するぞこれ、無限にその陰キャガードは全部破壊するぞ、アヌビスかアヌビスかアヌビスな、アヌビスな、でもアヌビスってことはってことは逆に言うとそこらしかカナディはないなこれ、おそらくこれあれだな、さてはこれ分断とかやな、これなんや、波紋な、オッケーで、こうしてで、こうやな、これ破壊する、オッケーで、マグネットベルセルの効果で、よし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 魂を墓地に送り現れよ新魔獣ガーゼット、そしてスキル発動マグネットコンバージョン、マグネットコンバージョンの効果によって除外されているマグネットウォーリアーベータを特殊召喚し、さらにそうですね、ブロックドラゴンいきましょうか、ブロックドラゴンの効果、俺は墓地および手札より地属性モンスター3体をゲームから除外し現れよブロックドラゴン、くっそい
ガガーくたばれーしゃべれー脳筋お化け爆弾。さあお相手の方、ゲスト崎ゲスト先生よろしくお願いします。デュエル3倍、なるほどな。あー普通のブルーアイズデッキだなこれ普通のブルーアイズデッキなんだな。俺これがしたいんじゃないんだから、やっぱ新魔獣ガーゼットの使い方難しいですよね。やりたいんだけど、なんか面白いこともなんかね、あれなんだよね、なんか出す意味もないっていうのもあって、結局その元々の攻撃力を合体するよみたいな方がじゃないですか、全部リリースして。だからブルーアイズとかはもうそのまま殴れよみたいな話もあるんでそのまま殴れよみたいなね話があるわけですよ。だからなんか意味あんのみたいなとこはある、ぶっちゃけ。サンクスやめろってなんだよこのクソインキャデッキ。ドロー、これはこいつはどう。あ、何もない。あれ、それは甘えでは、そいつは甘えでは。あ、リンネかな、リンネクスやな、リンネクス。あ、天罰か、なるほど、天罰か。あー天罰か。一回じゃあちょっとコスプレいきます。一回コスプレいきますか。コスプレ特殊召喚はなんもない。コスモブレインの効果はなんもない。手札から白き霊竜を特殊召喚し、白き霊竜の効果発動。白き霊竜の効果によって相手のフィード上のセットカードを1枚除外していく。なるほどな、分断。これはクソ陰キャですね。これはクソ陰キャだってことが分かったんで、ちょっと慎重にいきましょう。バックは全部除去してから殴りにいきましょう。あもうめんどくせえな、めんどくせえわこいつ。ああなるほどね、ああなるほどね。一回ちょっと合法打って、で白きレールの効果を使っていきましょうか。で白きレールで一回除外しますよ、一発除外します。これなんですか、ハモン。おっきょ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 っ、危ない危ない、やばい、おいよしよしよし、分かった、そういう時は、そういう時は分かった、全部除去してるから、俺全部除去しないと殴んねえからな、もうそれ全部除去しないと俺殴んねえからな、お前のことなんて。とりあえずターンエンドするぜ、俺はひたすらターンエンドしてやる。そうですね、まあ一応ですね、霊竜はいるので、ですね、金竜の合法を2枚引いて、でシンクロできるっていう状況になってから攻めればいいかな、こういうデッキは。アドバンス召喚でブルーアイズ刺して、で金の方で2枚除去して、で太鼓の白石かなんかでリシンクロしてみたいなこともすれば、多分一番なんかいける気がするんで。そうですね、まあとりあえずアドバンス召喚だけしときましょうか。召喚源噛むのも嫌だし。でここでブルーアイズ出して、で調子の何もない俺絶対攻撃感の系やん、攻撃感、鬼の攻撃感の系デッキでしょこれ。クソめんどい、や底足もねえのかよこれ。これはやばいな、クソ陰キャやなこいつ、超絶陰キャやんけ。セットなんだろう、でもこれ岩戸とかなんじゃないの。あ、ガゼット来た。まあとりあえずオルタナティブで、オルタナティブにして、でここ破壊しで行ってみようか。あ、なんもない、なんもない、岩戸オッケー、そういうデッキね、そういうデッキオッケー。あとは出てきたモンスターをひたすらにオルタナティブしていきましょう。これが強いから権力。あー2枚きた。あとはシンクロやな、あとシンクロするかどうかやな。あとはチューナーがいれば、チューナーがいればいいわ。チューナー来い。あーもうくそチューナー来い、チューナーモンスター頼む。3枚除去すればいいんですよ結局。だからチューニングして、ドラゴンバーミリオン出して、オッケー。まずは金竜の合法して、で白き霊竜をドラゴン召喚していく。あ、なんかこれあれかな、リンネかな、リンネやんだったら別にいいや、リンネでも。リンネ、あーなるほどね、要はカウンターワナが引けてなかったから使えなかったってことね、今までは。オッケー、まあ1枚使わした、オッケー。
してないホッケこのクソインキが今から地獄見しちゃうからな。パーシアス出てくる、いいだろう。パーシアスぐらいは許してやろう。パーシアスは出てくる、いいだろう。オッケーオッケー。でもう一丁銀利のご法発動、もちろん白木レリーを特殊召喚、白木レリーを特殊召喚、白木レリーの効果発動、白木レリーの効果によって相手のフィールド上の魔法トラップカードを1枚を除外していく。なかなかのクソ陰キャ具合だな、野崎アンズさんよ。クソ陰キャが地獄見してるって言ったろ。俺は太鼓の白石をレベル8ブルーアイズホワイトドラゴンにチューニング、大地を揺るがす灼熱の号砲、強大な敵をうがち破滅をもたらす砲弾と化せ、真空の召喚降誕せよドラッグオンバーミリオン、ドラッグオンバーミリオンの効果発動、墓地の中段モンスターを一体除外し、てめえのセットガードを破壊する。そしてじゃこちらオルタナティブホワイトドラゴンの効果発動、さらに俺は2体のモンスターの魂を埋葬し、いけーシンバジューガーゼット。ま、出す意味ないんですけどね。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、石田選手よろしくお願いします。デュエル3倍スキルは使用しません。これに関してはハンドが良ければね、スキルは使用しないというね、感じでいけばいいかなと思います。ドキドキの効果、まあ芝刈りがね引ければいいんですけどね、一番ね。まあ別にこれリスタートじゃなくてもいいです、正直。なんかただなんか あんまりなんか採用すべきスキルがよく分かんなかったから聖なる仕事とかでもいいかもしれないけど、まあどうせだったらやっぱ磁石やから磁石ですからね、マグネットウォーリアデッキですから表遊戯使わないと。いやこれ展開力すごいの、こういきなり3体並んだぞ、きたこれ陸将官っつってね。なんだっけ、ミセスレディエントみたいな。ちょっとあれですね、3体並んでも特に強くないっていうのがちょっとデュエルリンクスのこういきなりところですよ。ネクロバレーこれやばいよ、ネクロバレーやばいんだって。ちょっと除外できないときついな、除外できないときついな。ちょっと待ってくださいね。ネクロバレーはですね、どうすればいいんだろう、これどうすればいい。あーでも芝刈り来た、芝刈りは来たと、芝刈りは来たが小手さえ入ってるんだよな、このデッキ。やばいな。ちょっとお待ちください、考えます。これさ、これまず一回特殊召喚して、でなんかちょっと様子見て、特殊召喚して様子見る、これはどうですか。なんもないんか、なんもないんか。一旦芝刈りします、一旦芝刈りして、スリーミーあるかって言われると、あるわ、あったわ。でマグネット、あでも意味ないか、創生できないわ、ネクロスバレーあるから。ですね、行くこれ。これマジカーテン出したら抜けないんじゃね、これ、これ抜けない説ない、これ抜けないんじゃない、これネクロバレー出したらこれ抜けなくね、これもう3500やで、貫通するで、わ強い強い強い、あこれ抜けないんじゃない、これ抜けないやろ、墓守だってあれじゃない。まあ、一応松江とかいるけど、あと異能者はそんなに、まあ恒例の儀式はいいよ、恒例の儀式はオッケー。松江とかいるこれ、ちょっと待って、でもさ、これ異能者やったらサニワ。あっグワッネクロバレーちゃん、ふざけやがって、くっそがー、もうええねん、もうええねん、殴れや、早く殴れや。早く殴れや、くっそ誰かー。